こんばんは、こんばんは。キモ。どう鍋も。と辛くするな。何が鍋なんだよ 鍋ではねえだろよだれ戦艦。こんばんは。え、マジかこいつ。違法ホロライブ信者ちまきおじゃ、わら。任天堂の許可は取ってますから。先生お湯です。風呂入ってくるこんばんね。は。なんか失敗しにくいチョイスしてきたな。こんばんは。どうも。ここは天使配信ですか？天使配信ってどういうことですか？一気飲みして。よだれって何ですか？先生のですか？いや、じゃあ、唾液という意味でのよだれではないと思うんですけど。こんばんは。今日の飲み物はそこに置いてあるやつですか？でもなんでよだれって言うんやろうな。確かに、よだれってのどういう意味なんだろう。料理の鉄人 OS、ちょっマとシロ調べちゃてんのみるよだか。れ？こんばんは。おい先す生おいこんばんす。は。こんばんは。マシロちゃんじゃない。米津玄師。玄先米生は奉山芋仕。の米津魚介で配信してるんですか？完成予定時刻はいつになりますか？台所でまあ1体時洗って火つ間いちょたっか？とぐらいじゃないですかね。なんで台所で体洗うんだよ。よだれ鶏。先生よだれ出してるんですか？よだれとは。なんだろう、よだれ最近娘が割り算鶏。覚えたんで先生より賢くなりました。たまに歯に時間スペシャなんルなんだてよ、よ。俺割り割り算算うでまきくるなった見わ。せてみな。洗ってるかチェックしてやる。先生このままあ、だ洗いとま洗しわたれよ。負けちゃうよ。大丈夫です。ちょっと待って、どこ行った？よだ先れ生がフル出ボるスほ突っど込んでく美ださいよ。味しい。あ、なるほど。よだれが出るほど美味しいという意味洗っで、たなら見せてみろ。よだれにはよ神だのれよだれ鶏っはよだれていが出るほど美味しい意味なのであのよだれであってます。今日はう。ベータああ、なじんゃあで合っすてか？るんだ。大失敗。そうなんや。よだれ鶏のよだれってそれなんだ。いらっしゃいませ。じゃあ今日はよだれわ。には鳥じゃないな。君のはもう脳が。よだれ鳥だよ。こんばんは。じゃあね、今日も、今日とて、やっていきますかい。よいしょ。ちょっとね、まず米を、そういや戦艦戦艦洗いのま料す理見てわ。美味しそうってコメントありましたよ。でも先生の作った米でああ、よだれは出あるりだがろうか？とう。最近、美味しい、美味しいからね。美味しそうじゃないから。ちょっと、ごめん。先生のせいでよその配信者首はが遅刻全然だぞ回らよんねって言われてたよ。どもどな。もどもも。いや、死ねとか言うな。どもどいも、やー今日は惜しこんかったでばんは。すね。いや、まだ失敗も知らんわ。始まってすらいらんわ。今日はちょっとね、今日はお米を炊くことを忘れない。で、ちょっとこの氷はちょっと、無視してください。なんでもないんで。ちまき先生こんばんは。こんばんは。氷？何の？ちょっと氷が、ちょっとこれは何もなかったんで。気になる。いや、ただそのが、氷も料理に使うんでしょ？いや何もないことあらへんやろ。いや、この氷をね、ハイボールに入れて何のよだれですって。飲もうかなと思ったんですけど、この排水溝に落としてしまって、ちょっと使えなくなっちゃったっていうオチです。ねえ。その氷でボールでハイボールやろう。はいこれ、両津で、戦艦用介、やろうと思ったんです2019け年1922、料理、怒りの韓国風の海鮮チヂミ、戦艦用。まだ使えますよ。ど。何ドそリップれ。娘アピールなの？表面削ったら一そ流いける。う。いや、そんな 焼肉屋のまたトそリのミチンヂミグみ表たい面な。やろう。洗えばいけるし、削ってもいけるやろ。お湯かければ使えるよ。その氷は雑菌あ、対確策。かに。まあ、雑菌対策とかもありますよね。排水溝に氷入れる人もいらっしゃいますからね。そう。日本人じゃなかったの？全然、いや、日本人だよ。ゴリゴリの。んで、ちゃんとお米を今日は炊いていくぞ。素でバカなんだな、わら。いや、バカじゃない。ドジと言ってくれよ。ちまきさんこんばんは。インこスんタばにんさは。よならってコメントしてませんか？ なおん困りて。なんだけど。なんそんなメンヘラ女子みたいなコメントしてないぞ、俺は。いや、ドジとバカはちょっと違う。バカ女子って聞いたら聞こえ悪いじゃないですか。ドジっ子女子って聞くとね、よくないですか？ いや、どうなんだろう。まあ、一号体とくか、一ご応。飯炊いた？換気扇回した？配信録画用スで入部した？そなのんてった3こん点なコンにボおやいしいべえ。の？このドジっ子め。
そうそう。まあでもリアルでドジっ子なんか言ったら腹立つけどな。はあって思うけど。はあって思うけどな。で先生は自分のことバカじゃないって思ってるの？どっちも残念な。バカじゃないと思いますよ。そう。いやなんか余裕がない時とかはあって思っちゃうよね。そう。ごめんドジってドブのデータ全部吹っ飛ばしちゃった。先生とそれはやばいな。お願いします。よろしくお願いします。これね、やっぱね、無洗米でもね、一回洗えって書いてました。いつまで怒ってれば気が済むんですか？カルシウムが足りてないんですか？そうなんですよね。カルシウムがね、足りてないんですよね。牛乳を飲まないから、私。俺ずっと前から洗えって言ってたけど、洗わなくていいとかずっと言ってましたよ、君。この時の夫婦、無洗米は軽く洗う必要があるからね。そう、軽く洗わんとあかんかったわ。だからそんなヨロヨロなの？そうそうそう。ごめんなさいしようね。カルシウムが足りてないからごめんね。ちょっとちゃんとパッケージに書いてた洗えって。固くなに洗わなかったな。いや無洗米って書いてるからそんな食品偽装ね。じゃあ何環境が悪いとこういうのなんて言うんですか。刑事偽装って言うんですか。わかんないな。偽装って言うんですか。ごめんねって何。いつからリスナーと友達になったの？なんだ、マウント取られてんの？リスナーにマウント取られる配信者ってあんまおらへんやろ。頑張ります。ゲロゲロクッキングってやめろよ。アイマスでそんなあったよな。で、まず鶏肉ですよね。あ、ちゃうな。鶏肉をまず冷蔵庫から出しましょうか。お前いつも岐阜の人にマウント取られてんだろ。いや、あれも、マウント取る。マウントというかもう優劣をはっきりさせられてるというか、結構マウント取られとるやろ。そうマウンティングで今日はねちゃんとした鶏肉ない可能性はありますか。鶏胸肉を買いましたよ。あ、いや買いました今日は。ええ、買ってやりましたよ。米が炊けるのが先か氷が溶けるのが先か料理ができるのが先か。どれが先なんなん。おつおつ俺に10倍ぐらいかかってそうやけど。で今日は胸肉をね使っていきたいと思いますよ。うん、ちょっとね、今日はあの玉でじゃないスーパーで買ったんで、ちょっと高かったですね。これ、鶏肉1枚ぐらいで300円ぐらいですかね。うん、玉でやったら190円ぐらいかな。岐阜の人には主従関係を分からされてるよね。主従関係、いつから弟子になったんだ俺は。ちょっといい、ハーブ鶏みたいなやつですね。普通の胸肉、生で行くの？普通の、生で、いや、生でいけねえって。100G あたりの値段で教えて。 100G あたりはちょっと見てなかったんで分かんないですけど。生姜です。ハーブはレアがうめえんだ。わら、今日はこれをホイル焼きにします。ハーブって合法なやつ？いやそんな合法なハーブに決まってるやん。鶏に何吸わせてんのよ。ありえへんわな。鶏肉は名前ついてるだけで何も変わらへんで。あ、ちょっと待って、生姜ってさ、やば、めっちゃカビ臭いねんけど、ダメかな。ダメかもしれん。カビ、わら、幸せな気分になれば肉もうまくなるかもしれんし、うわ、わら。ちょっと洗うか。胸肉って失敗しようなくね。まあ、胸肉はね。玄関先生の匂いがするんですか？食べて判断して。まあまあ、僕の、その、何かを実況する人、ちょっと古いかな。キマキングさんは、マウント取ってるんじゃないから勝手にマウントみたい、いかがし。なんだろうか。いつのやつ洗うんじゃなくて、そういうのは切って分けた方がいいですよ。ダメなところ切り取って。1週間前ぐらいかな。問題なら食っても問題ない。1週間ちょっと前ぐらい。あ、でも大丈夫。うん、香りはまだ大丈夫そうやから、ちょっとまた使えそうな感じではある。君の頭に湧いてるとされてるやつ。いや、俺、いやいやいや。でもね、切ればいけるぞ。ほんまにカビ生えたときはね、もっと臭いから。料理のポイントを100で教えてください。ちまきはマウント簡単に取れるからしょうがない。カビ臭いって言ったのに香りは大丈夫ってどういうことなの？ちまりるん。いや、この、なんていうの？カビの香りもちょっとしてましたけど、生姜の香りもちゃんとできてるよっていう。出てるよっていう。今日そんなかかんないよ、多分。茹でるだけやから。除菌スプレーかけるとちまき死んでマウン。よだれどろチーズ。カビの香り。わら、お前岐阜の人に舐められて悔しくないの？もっと高圧的に行け。ダイエット中だったので食欲なくて配信高いの。いや、俺そんな高圧的な人間じゃないから。ほんま。何かにビクビクしながら生きてる人間ですからね。よよよよ。ちょっと。その見てるだけに何時間かかるのか聞いているんですが。
まあ、1時間ちょっとで終わるかなって僕的には思ってるんですけどね。こういうのってどうやって切ればいいんだろう。こうなんか削いだ方がいいかな、こうやって。生姜ぐらいサクサク切って。ちまきさんどうして防弾で3人も射殺したんですか。やめろ、その事件には触れるんじゃねえ。岸和田出身やぞって言ったら黙り込むだろ。ああ、俺岸和田出身なんだっつって、え、トゥンクってなるよな。まあ、こんなもんかな。こんばんは、アンチです。今日もきつめの米でよろしくお願いします。いや、できれば帰っていただきたいものですけどもね。今日やばすぎじゃないか。リンゴ剥くように皮剥くんだよ。やばいよな。まさか今日の肉ってボーガンで。ボーガンね。ちゃうちゃう、ボーガンの話すな。これを切り終えた状態から配信スタートしてくれませんか。ごめんね。薄く切ります。そうだね、ダイバーシティやからな、うちの配信は。これさ、 YouTube のさ、レシピってね、レシピが見にくいんですよね。ここは天使の配信ですか。表皮関係ないよ。アンチじゃないよ。アンチじゃない。なんていう、なんなんだろう。なんて、な教育者。レギュレーション違反。これが一番早いと思います。ああ、なんかあれだな、茹でる用の生姜と、あれですね、茹でる用の生姜と、兵庫 B 頭には刺さってなかった。違う違う、アンチじゃないけど東京では暴言書いてるよ。ちまきくんが上手くなる日を夢見て見に来てもらってるんだぞ。暴言はいいけどね、誹謗中傷はダメですよね。すみません、宗教上の理由で鶏がダメなんですけど、鶏抜きよだれ鶏作っていただけませんか。いやいや、無理やん。カモネギおじゃ、楽しみないやん、そんなやつ。こんにちは。え、同じじゃないですか、それ。ちまきくんは何してもいいという風潮。ダメだから。140、あ、わかりました、見てみます。今日は何に怒ってるんですか。今日はね、なんだろう、誹謗中傷言うけどさ、あれはフジテレビが一番問題あるんじゃないの。まあな、あれはちょっとな。今日なんやろ、今日なんか怒ってたけどな、忘れたんですよね。ちまきでしょ、ちょいちょいって止まるのテンポ悪いのでレシピ頭に入れといてください。ごめんなさい、ガチで怒られた。今日はアメリカの暴動に参加してきたんですか。違います。結構やばいことなってますけどね。で、ネギですね。そう、なんかやっぱね、玉でじゃなくて違うスーパーで買ったネギなんですけどね、やっぱ高かったな、ちょっと。よだれ巻き散らすと聞いてきました。ちょっとだけ高いね。よだれは巻き散らしません。やっぱね、玉でで買い物してから、よそのスーパーで買い物したらね、ちょっと高く感じるな、やっぱり。なんか30円ぐらい高い気がするんだよな。そう。玉では神谷で。おいくら万円したんですか？いや、290円ですけど。あと、まあ、本日のレシピ見たらライスコロッケだったんだけど、玉では工作なし。マジ？まあでも普通のスーパーはちゃんと食べられるもの売ってるしな。いや、玉でも置いとるわ。そう。もう玉で批判とかね、やめた方がいいと思う。なんかもうね、ほんと。いつか刺される。いつか怒られるから。で、ニンニクもちゃんとね、用意してますんでね。わしたのスーパーで買い出したら月の飲食費が3万高くなった。あー、高いな。ここは全館から絶対に書かれるだろうなと思ってたけど、やっぱ防弾でいじられたんですね。いや、俺も思ってたよ、配信する前から。いや、違う、俺ボーガのニュース見た時から思ったよ。絶対いじってくんなと思ってたよ、俺は。もう案の定ですわ。すごいな、もう意思疎通がすごいな。ニュース見たら、あ、これ言ってやろうってみんな思うのかな、そういう。期待してんだな。ネギも洗っとこうかな、一応。何か事件が起きたら大体ちまきのせい。大体俺のせい。俺が関わってると思われてるから。これからは頻繁にニュース見ることにしますね。そんなんできっかけで？先生はボーガンは持ってるハースルで、兵庫の B ってボーガンって意味だろ。じゃあ、兵庫のボーガンじゃねえよ。怒られんぞ。あ、でもこの間ね、マジで久々にね、兵庫ビート喋ったな。そういうことか。違います。洗わない時もあるの？洗わない時もありますけどね。そう。
そうそう、久々に人が多いとね。いやー、なんかね、なかなか合わないんですよね、時間が。うん。なんかね、僕が LINE した1時間後ぐらいにね、すぐよく帰ってくるんで、そう。業務の妨害ってやばいやつ感半端ない。でもあの妨害の人先生と関わりある人なんやろえる？いや、知らん知らん。一切関係ない。誰ですか？鍋にちょっとポーンって掘り込んどこうかな。何時頃送ってるの？いや、だいたい11時ぐらいに送ってますけどね。今何してるのーつって。一緒に話そうよーつってさ。先生と西日本は本当怖いですね。いや、俺関係ない。俺西日本代表みたいな言い方し、やめて。うざ、わら。そう。みたいなね。よいしょ。話しません、わら。話しません。そうなんかな。マカブで言われてるかもしれんな。まず薬味かな。なんかおしゃれな服着てるね。そうでしょう。おしゃれ。先生ってアンティファなんですか？アンティファってなんだ？相手の気持ち考えたことあるのか？いや、いいやろ。送ってこないでください。多分お腹でブチ切れてる。怖いよ。買ってから帰り地じゃない。その片方のネギはお尻に入れるよ。いや、ちょ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 、これは最後にトッピングするようなんかな。ちょっと待ってな。これネギはみじん切り。最近いつ洗いましたか？これは洗ってます。よだれなぜ先生なんでもお尻に入れますね。いや、入れてないんですよ。ファシズムだよ。ちょっとさ、これレシピちょっとさ、わけが分からない。あ、先生レシピの URL くれませんか？先に取りやれって書いてるわ。え、あの URL はね、最近いつ洗った、説明欄に貼ってますよ。洗っていないよ。服が赤いのは防弾で帰り着浴びたからですか？そうじゃない。鳥にまずね、あれだって、あれやでってさ、あの、穴開けろってさ、フォークで。手止まってますよ。まずは鶏肉を洗います。鶏肉洗ってはいけません。レシピどちら読んであげましょうか？本日のレシピ矢印 URL、ね、タイトルが汚いので今日はマイナス10です。ライスコロッケの URL になってるって言ってたよ。洗剤でしっかり洗った方がいいかも。赤いのは帰り地浴びてもわからないようにするためです。肉は開かないの？ちまきのイメージカラーは赤、中国も赤とはわかるね。なんかね、さっき書いたんですけどね。あれ？マジ？洗ってますからの、洗ってない。先生の言葉は何も信用してはいけないんですね。はい、あ、多分今変わったと思います。 レシピというか、赤いサイクロン、よいしょ、ようつべ、最高にうまい。本格絶品タレで作る柔らかめの肉。よだれも恥ずかしい。最高にうまいとか書いちゃう。うわ、嵐か？嵐じゃねえ、俺だよ。うわ、何この赤いの。俺だ。先生絶対この動画見てないじゃん。お見せしないで通報しとこ。ちなみに鶏肉洗うと大腸菌が飛び散るので本当に危険です。そうです。速攻 NG 入れた。やめて。これ作ったら褒められるやろなとか思っちゃったの？普通に塩コショウで焼いた方が普通に食いたいなと思ってるね。今肉をツンツンして遊んでるんですか？刺身ですね。味がね、染み込むようにね、味、穴を開けているんですよ。こうやって両面なんかな？両面ですかね。先生信じて URL 貼ったのにライスコロッケ。両面やって。あ、ごめん、ライスコロッケじゃないんだ。穴開けるの好きやね。さんと違うで。なんか意味深なんだけど。穴開けるの好きなんだね。動画が4分で終わってるので先生も4分で完成してください。いや、これはもうあれだから、カット入ってっからよ。これ本当に作れますか？ちまきくんには難しくないですか？なんか皮取れって書いてた。これ血の赤、真っ赤な皮取れって書いてるやん。皮取れって書いてるやん。皮ってこれ取れんのかね、取れんのかね。横着しないでください。あ、ごめんなさい。226番のコメント通報しといた。うん。やっぱ動画見てないやん、わら。僕皮好きなんでつけといてもらえます？皮はね、そうね、皮どうしたんやろね。ちょっと待って、なんか皮取ったことなさそうな手つき、わら。取ったことない。ちまきの皮も剥いとけ。いや、俺誰が包茎？なんで手術してるの？マシロちゃんの皮とどっちが、この皮も取った方がいいかな。この皮、これ皮か？皮むくのにフォーク使うな、わら。これ皮か？え、新鮮じゃよ。これ皮？包丁使いませんか？サクッと取れると思うんですが。
いやまあそうですね。包丁使えば一発な。何してるの？え、こうやってグググって感じ？何それキモ。食べてみたらわかるんじゃない？いや食べたらあかんて。オペの摘出やめろ。わらわら名前で。まあいっか。ちょっとこっちからもね。穴開けてきます。え？筋？ああもう筋ない。男は黙ってて、間違えて左手も刺してくれませんか？いやありえるな。なんか昔やったことあるわ。じゃほんまこれ発泡スチロールの上でやったらあかんじゃん。生肉って美味しいらしいよ。いや鶏の生あかんて。鶏の生はダメです。ちょっとこれなんか取りたいな。取りだけに。生で食えるで。フォークでやるからかな。フォークで皮外そうとしてる人染めてみた。包丁使わないんですか？は先生は鳥刺し使うことないの？鳥刺しあるよ。先生お湯沸かしておきませんか？あ、確かに。あ、ちょっとやめとくか。ちょっと待って、ごめん。生の鶏肉食えないとか、薩摩隼人をバカにしてるな。これさ、包丁でやった方がいいかな。戻すんかーい、わら。ちまきの話聞いてたらよだれ出てきた。どうやら退屈で寝ていたようだ。いつも噛みちぎってるよ。マジで？噛みちぎってんの？どれぐらいさせないんだろう。なんかこういう鶏ハムとか。まな板洗うの面倒いからトレイの上で作業してるの。そうです。もうええよ。しもういいか。ちまき先生もクラウドファンディングで出資者には障害無料でちまきの手料理が食べれるチケット配るぞ。いや誰も投資してくれへんで。このハートのフォーク舐めてみて。先生コウモリは食べられるのに生肉はダメなんですね。いやコウモリ食ったことねえよ。よし、オッケー。でこれを俺がこの配信で料理まだかなと思った回数7万回鳥中にまで差し入れですね。配信回数より多いじゃないか。で、はいはいはい。で鍋に塩、あ、違う、水、塩、長ネギの青いところ、生姜を入れ沸騰させます。はい、水1000リットル。1000リットルじゃない。1000リットルはやばいだろ。1000ミリリットルです。いや、違う違う。あかんで。飲んだあかんで。食べたあかんで。コウモリは。プールかな？間違ってる。1000リットルはじゃん。学校のプールぐらいありますね。なんで沸騰させながら皮取らなかったんですか？水道代やばそう。確かにそれ忘れてました。1000リットル。やばいな、1000リットルって。よし。で、これちょっと沸騰させますよ。手には警察の方いませんか？完全にこれ、沸騰させてからでしたね。いやー、私としたことが。最近なんか誰とも喋ってないからね。喋り方忘れてんだよ。タンクローリー1台で1万6000リットルなんて全然足りないよ。はい、成功しました。塩少々入れます。そんなにリスナーの時間を無駄にしたいんですか？ごめんなさい。学校のプールって掃除するときドロドロだよね。ちまきの作ったそう。いや、その例えやめろや。さっさと料理進めてもらえないですか？お経も食材もったいなくするんすね。お料理順調に進んで進捗、あれ、もうマスタースケジュール通りですけど。材料のままだと一番いい。ん？ちゃうん。沸騰したら火を止めて書いてある。え、これ沸騰したら火止めんのこれ。沸騰して火止めて、あ、引いてくれねえか。そういうことか。だから、めちゃめちゃ、あれなんかな。グツグツやるんじゃなくて、ちょっとずつ火入れていく感じなんかな。いや俺マジで鶏ハムとか作ったことないんですよ。そういうことなんかな、もしかして。いやそういうことかもしれへん。そりゃ肉見えちゃうからね。今のアナルビーズなんや。アナルビーズちゃうで。よいしょ。今そばに生肉置くなや。あ、そう。
ごめん、ごめん、それもそうだな。いや、もうちょっと広いさ、キッチンやったらさ、いいんですけどね。もうちょっと広いキッチンやったらね、置くとこいっぱいあって、もっと料理しやすいと思うんですけど。いや、俺、できんじゃん。岸和田店以外といけると思いますけど。そうなんだ。だから、違う。アナルビーズ見せたいわけちゃうで。で、あれですね、ソースの方を作っていかないといけないので、まず、今足りないのはスペースじゃなくて、ちまき先生はいつ暴動をする予定ですか？これさ、おかしくない？なんか順番むちゃくちゃやな、これ。いや、暴動怒らへんと思うけど。なんかこれ、順番むちゃくちゃじゃない？けど風呂出たらさすがに配信終わってますよね。精肉ほっとくならラップして冷蔵庫に。まあ、終わってますけどね。いや、でもまあ、ちょっと冷たいからさ。そうか。暴動しろ。そうですね。順番めちゃくちゃやなって過去の録画配信見てる感じですか？ちまきさんマスクと給付金届きました。いや、まだですね。で優勝していくことにするわね。ちまきがさらにぐちゃぐちゃにするし問題ないべ。もう一回先にネギ切っちゃおうか。順番警察出動中。動画だと正しい順番で料理してましたよ。マイナスかけるマイナスでプラスや。分量がちょっと全然分からへんけど。早くやって。お前肌が白い黒人か？なんで？なんで俺黒人にしようとすんのよ。これさ、難しいよな。こうでこうしてこうなんかな。でも毎回ね、なんかぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね。もっと早く切って、そろそろちまきも独立戦争したいじゃん。どういうこと？ああ、もうダメだ。もうぐちゃぐちゃだ。もうぐちゃぐちゃだよ。あ、沸騰すぎた。沸騰したんで、ここに鶏を入れていきます。え？いいんですよね。え？ちょっと待って、いいんですよね。火を止めて、はいはい、こんばんは。これ、なんでリスナーに確認取るの？いいかどうかは入れてから考えようぜ。せいやー、入れてからなんか。手遅れならんか。よし。よう食材潰し、どこで買ってきた？誰が食材潰しだ。そんな変な切り方せんでも縦に切ってみじんにしたらええやん。いや、それがさ、難しいんですよね、なんか。で、これで沸騰。取り入れたら温度が下がるから、それでまた再沸騰したら30分だよ。そういうことですよね。自分を信じて。で、これちょっとやっていきます。再加熱してる間に。もういいんじゃない？いや、まだだ。まだ、ちょっとな。薬味というか、臭み取りですよね、きっと、生姜とかっていうのは。もう真っ白だぞ。で、これを。数えたら出ていいぞ。そう。風呂じゃねえんだからよ。これがマジで。多少生でもええやろ。いや、あかんて。ちまきやからええみたいな風潮やめて。ああもうダメだ。ちまきは自分の体臭の臭み取りしてや。何を切ってるか分からないなってきた。あ、何？あ、もう。でも作れるから大丈夫そうだ。おへぇ。ネギも生姜も自分で作ってるんだけど適当に使ったら許さんぞ。脳にそれぐらい刺激必要だ。むず。むずいっすよね。ご飯炊いた？ご飯炊きました。え、ちょっと待って、スイッチ入れたよね。あ、入れてるね。ネギの残殺現場。
で沸騰してきたんで、ここで火を止めて蓋をして、あとでゆっくり時間を、じゃあ熱を入れていくと。はい、じゃあこれ30分ね。よだれまだ入れないの？え、よだれは隠し味じゃねえよ。そろそろ先生のよだれ入れなくていいの？ちゃよだれ鶏ってそういうことじゃないですよ。よだれが出るほど美味しそうなって意味だしよ。30分待ってる間、小粋なトークでしのぐ感じですか？いや別に、うん、そうだな、小粋なトークに。いや、まあそうなんですけど、ね、生唾じゃないのか。生唾じゃないです。ネギを切ってるってことは、カモネギを連想させて、次のやカモは俺の範囲って予告ですか？違います、それ読みすぎ、深読みしすぎ。いつもの先生なら30分じゃなくて15分で済ますとこだろ。そうだな、いつもの、まあどの先生の話してるかわからんけど。よし、でネギが切れたので、なんだほら、なんだほら、身長168センチがチビっていうのか。なんでよだれにはトリっていうの？いや、あのあれです、よだれが出るほど美味しそうという意味らしいですよ。先生の話でした。全然ちゃうやん、俺ちゃうやん。そろそろ電子レンジで時短オリジナルレシピルート行こう。わら、すみません、でっかいですね。なんか電子レンジでね、簡単にできるやつがあったらいいんですけどね。じゃあ、ちまき作ったらよだれ出ないで気になるじゃん。168の男性って小学生以外に存在したんだ。わら、圧力鍋で時短しよう。わら、電子レンジ系は全部まずいからやる必要ない。そうなん？レンジなら5分ぐらいらしいよ。あー、よだれ鶏？よだれ鶏作れたら、168でも男で料理できたらモテるのでは？モテるよね。いやー、なんかね、カズレーザーみたいな服着やがって。あ、いや、赤いだけやん。できないからダメだね。胸肉は急激な熱を加えてはいけない。できないじゃん。は？そうなん？料理できないからね。料理できればな。なんか包丁に触れた時の使い方が汚い。わら、難しいんだよな。で、半分をあれですね、なんかタレの方に多分使うん、ん？タレというか最後にトッピングするときに使うのでしょうか。おそらく。で、これを。お前らネタを信じすぎだな。168の男なんかいるわけないだろ。わら。168ですけど。そう。いや、マジで身長もう無理だよ。もう身長の話すんなよ。うんうん。別柄に分ける意味ある？え、あると思う。ちょっと次ここでニンニクとか切らんといかんのでね。シークレットブーツでごまかせないな。シークレットブーツな。料理も無理だから料理の話もやめますか？いや、料理やっとるがね。できとるやろがい。よし、でニンニクもみじん切りなのか。よいしょよいしょ。先生、よだれには鳥のよだれってどういう意味ですか？まあ100回ぐらい聞いてくるな。同じやつが聞いてきてんちゃうか。もうその説あるぞ。めっちゃキッチンペーパー使うやん。そう、普段もっと多いんですけどね。違うが。いや、まだ3回目だけど。 3回も聞くなよ。たけたし、今日はまだキッチンペーパー控えめだそうです。はよ、答えろや。こんばんは。よだれにはこんばんは。どうも。どういう意味ですか？急速炊飯かよ。30分炊けるかな。炊けたのにまだできないんですか？そうだね。まあちょっとお米が炊けるのが早いのか、俺の料理が遅いのか、いや、どっちなんでしょうね。気持ちが遅い。まあ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 。いや、なんか最近思ったんですけどね、このニンニク
って、なんか一人暮らしでさ、全部使い切ることって多分不可能やと思うんですよ。だからもうね、あの、ニンニク刻み瓶みたいなやつを買おうかなと思ってさ。そう。あ、そうですか。ああ、そうか、その手があるか。ボーガンじゃねえって。違います。ホロライブじゃないです、私。油につけ込んでたらいいんかな。そう。なんでこの汚れゴミが、あれなんかな。え？なんで？あ、あれ美味しいよな。なんか焼肉屋さんとかであるやつね。僕はいつも余ったニンニクはドラキュラ除けに使ってるよ。お前の世界ではドラキュラ出んのか。先生イケボでお願いしていいですか。うん、動かす前にて動かしてくださいね。ごめんね。そうですね。先生汚れゴミの汚れってどういう意味ですか。いや、知りません。松井和代に聞いてください。ニンニクは風通しのいいとこに置いとくと相当持つよ。そうなんだ。でもニンニクでも俺ね、毎回冷蔵庫で保存してるからかな。こんばんは、よだれ鶏って何ですか。そう、よだれ鶏はね、まあちょっとネットで調べてください。ちょっともう諦めたよ。ってことで扇風機の前にぶら下げときましょう。そうか。いや、わしの家扇風機ないんすよね。もうクーラーしかないから。で聞いてきますね、あ、いいやん、ワザップ。まあ、答え出るか分からないけど。そうなんや。え、ニンニクとか生姜とかってやっぱあれなんかな、冷蔵庫じゃない方がいいんかな。そうなんや。いや、ちょっとこれからそうしよう。なんか確かにな、早いなと思ったんや。薬指についてるニンニクの破片が指輪に一瞬見えて画面割りかけたわ。冷蔵庫だよ。なんなん、俺が結婚してたらあかんかったんか。他人の幸せは自分の幸せじゃなかったんか。鶏の姿が見えないんだけど、もう捨てた。生姜は今茹でてます。冷蔵庫か切って冷凍。過激派リスナー多いな。そう、過激派。スーパーでどっちに置いて売ってあるか見とけ。そうか、やっぱスーパーのあれなんだよ。男って絶対にチビで女にモテないよね。おい、もうそうあれやんけ、俺個人得くさあ、俺を特定して攻撃してるやろ。キッチンフェイス。ニンニクがちょっと細かく。もう最近D アニメストアっていうなんかね、月額サービスちょっとやり始めてね。もう。アニメを見てるんですけど、そう、もう最近は見るもんなくてさ、意外と、意外とアニメ好きと思ってたけど見るもんなくてさ、最近は遊戯王ばっか見てるよ、昔のね。そう、面白かった作品教えてください。遊戯王かな。昔の遊戯王ってさ、あの、むちゃくちゃやな、あれ。あれ、ルールとかないんやな、もう。アニメってもう。D アニメストア未定位身長は170以上だぞ。RNW 面白いアニメ教えてくださいって聞いといて結局見ないやつな。プラダオッタ悪魔見せ。プラダ。そう、なんか人におすすめされたアニメってさ、ミンクない？大丈夫それ。長ない。なんでお金使うやつで見てるの？え？いやいや、そんな、そんな。デイリーモーションとかで見たらあかんやつ。そう。よいしょ。あれ？何の話してたっけ？やっぱり脳が今日は萎縮しているな。ここで食材を墓地に送りターメント。なんでみんな移動させて。なんでいけねえになってんの？それまた触るだろ。わらわら。プリコネ見ろ。プリコネは見てるよ。2回ずつ見てるから。ピーナッツ、なんか多いな、刻むのが多いんじゃ。刻むの多いな。もうな、結構前のバターピーナッツがあるんで、それを使おう。
エロ漫画先生全部見ろ。レシピちゃんと書き出して頭に叩き込んでるか。エロ漫画先生見ました。袋に入れて叩け。ああそうか。入れるように買ったやつでしょ。確かに。何買ってんねん。そうかそうか。袋に入れてバンバンすりゃそれええやん。え、こういうのってさ、包丁でやるんじゃないのかね。なんか袋に入れてバンバンやるか。その手があったか。もしかして頬張ってバリボリしておえって出すんかと思った。こんばんは。いや、そんなことせえんよ。でも叩かれた。これでみじん切り完成じゃねえ。ね、え、マジ？ナッツもっと入れた方がいい。アイアンって言いながら包丁で叩こうとするなよ。最悪ラップでもいいんじゃない。あ、そっかそっか。ラップでもいいよね。豆はもう、ああ！最悪なとこに落ちてしまった。鳥川の上に豆が。ナッツ姫のモノマネやって。誰？誰ですか？ニンニク生で食べてみて。捨てるな。鼻にナッツ詰めて飛ばそう。毎朝のゲーム見てから出社しろ。いや、あれもうそうやな。仕事って楽しかったっけっていう。なんか混同あっただろ。え？いや、男は拳で。拳で、包丁でも使えや、わらわら、拳、わらわら、拳、わら、すり鉢ないのか、どうとかないの？え、そんな俺貧弱なことせんからよ。さ、めっちゃか、めっちゃ赤くなってる。すごい硬いんですね。ワンパク、したやん。弱、わら。ちょっと待って、ちょっと、普通にムカつくわ、今日のハイライト、もちろん俺は抵抗するで。貧弱やんけ、拳で。わらわら。ひまきって拳得意キャラだったんですね。ひよりちゃんと同じだね。そう、拳得意です。おいおいおい、わら、なんで包丁で叩かないんですか。包丁の刃がついてない方で叩けばいいやん。もうちょ危ないからな。先生の得意料理ピーナッツの叩きですね。ピーナッツの叩きってなんだ。遅刻の姉ちゃんもうどん蹴ってるぞ。おら。あれ何か文字？わら。そう。なんかこれみじん切りと潰してちょっと違うんじゃないですかね。なんかそんな気がした。いつも思うんだけど、先生の調理作って斬新ですよね。はい、どう見てもチャイニーズ？チャイニーズじゃないよ。結構気に入ってんすよね、この服ね。もうまな板の下に置いて押し付けたら。あ、それが。そうじゃなくてその平らなとこでグッと押すの。あ、こう？あ、バリバリバリって。あ、そういうことか。形から入って形で満足する男だぞ。なるほど。やっぱこれドジっていうレベルじゃないと思うんですよね。やめろ、道場を超えて。まあこんなもんかな。はい、まあ、あとはもう、うら手でね、潰せばいいかな。あ、その手があったか。でね、これをね、混ぜ合わせていきますよ。5に半量、残りの5、1。もうなんかもうまた言葉の代入の問題になってるこれ。レシピにこの代入の問題出すのやめてくれ、もう。代入？はいはいはい。いいのね。ただこれに入れますよ、というわけですね。ある程度ピーナッツの原型をとどめておきたいソースみたいね。バラ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 。言語系のコーディング全滅やん。わら。そう、無理。できません。で、これにニンニクを。先生しかわからない言葉で聞くのやめてください。全部入れちゃっていいんかな。はいはい。よいしょ。これを入れちゃってって感じかな。SE な乗るのやめてね。いや、俺は SE や。いや、SE、どうなるな、SE っぽい、SE なんかな、俺。ライオンの問題より三角錐の体積の問題入れといた方が良かった。ちょっと難しいな。よいしょ。三角錐、未だに解き方わからんからな。ソフトウェアエンジニアだ。ソフトウェアエンジニアか。ここに、戦艦はこれで勝負する SE だよ。あれ入れます。調味料入れます。なんか、油をちょっと先に作らんとあかんかったかもしれへん。唐辛子オイルみたいな。ちょっとね、やっちゃってるかもしれへん。システムエンジニアの SE じゃなくて、ソフトの S かよ。わら、そろそろよだれ入れるんですね。だからよだれ入れんて。わかんないよ。どこ行ったんだよ。
ニンニク入れすぎたかもしれん。2分の1かけやのに2個入れてる。プログラミングできるんですか？プログラミングは VB だけできます。臭そう。で、まあいいや、うるせえ、行こう。おじゃダブル、今日はいつ出しますか？まあ、正式に確認か。どうせ成功作業したら唐辛子オイル焦がすから調味料合わせてからでいいよ。ここで鶏のよだれがないので自分のよだれで代用します。ホアジャオ、ホアジャオの小さじ1入れます。粉をちょっとこれわかんない。ちょどんだけ入れんのこれ。多くない？振り方怖えよ、わら。ちょっと多いかもしれん。それ小さじ、ホアジャオとか中国語使うな。過小してえ、どう見ても過小しか見えない。本当にそれグラムいくんですか？ホアジャオ間違ってないでしょ。ホアジャオで、次に一味唐辛子を入れるんですけど、こんなに回線を使ってるシステムエンジニアとか絶対に認めない。いや、それはもう楽天に言ってください。ホアジャオ、ホアジャオ、ホアジャオじゃなくて、あれ？なんかもう一個。火星先生は火星。やめろ、火星。ホアジャオとかこの宮系な。ズルズルやから。一味唐辛子があった。一味唐辛子を、大さじ1。大さじ1にスプーンとかじゃないっすよね。大丈夫です。大さじ1ですよ、これ。ちょっと、一味唐辛子大さじ1って、辛すない？辛すぎんじゃん、これ。大丈夫これ。もういや、ちょっと少なめにしますね。ダブル。で、砂糖を小さじ1。小さい方のスプーン数字なんて書いてある？お前はもうホワジャオしている。お前はもう。で、砂糖を。なんか変な分量。小さじ1入れます。まあでも市販の安い七味はあんま辛くないから大丈夫やろ。ほんまに？俺結構硬いと思うけどな。ピーナッツ入れた。で、ごま小さじ1。ごまね。ちょっともう。すりごまです。小さじ1ですかね。はい。で、次が黒酢。ちょっと黒酢をちょっと買おうと思ったんですけど、完成ですって言ったら終わりか俺。ちょっと黒酢なかったんで、ちょっとこの米酢頼まーい、頼まーいの米酢で。まあ一応黒酢が入って深い味わいって書いてるんで、まあ深風黒酢ということで頼まーい、いいかなと思います。頼まーいでしょ。あ、玉の井でした。あ、で小さじ1だったぞ。黒酢がなかったんで、今回はね、玉の井をね、使っていきたいと思います。はい、玉の井でした。小さじ2ですね。玉の井で働いてます。名誉毀損で訴えます。ごめんなさい。嘘つけ。母国語出ちゃったね。母国語じゃでもないだろう。どんまい、だいぶ日本語上手くなってるよ。日本人なんだが。で、醤油を。玉の井でライ米、わら。大さじ2入れますよ。群馬県民だったんすか？群馬は日本や。で、最後、オイスターソースを小さじ2。誹謗中傷で謝るなら全員で玉手に謝罪に行くぞ。よし、オッケー。オイスターソース。オイスターソース？オイスターソースやんな。群馬帝国って本当ですか？群馬帝国ではないです。ハーチャマの配信見なきゃいけないんで早くしてください。でも大阪外国だよ。ハーチャマ最近なんか狂ってるからな。やっぱアイドルも必死なんやろな。ホロライブもな。大阪民国共産党支部支部長千牧陽介さん、こんばんは。こんばんは。うん。違法ライブさん、わら。ちょ、まさかね。どこ行った？助けて。で、これを混ぜていきますね。任天堂にごめんなさいしてましたね。そうですね、やっぱ許可は取らなあかんからな。辛すぎてよだれが出るニワトリってことか。任天堂さんをこやぞ。任天堂ホーム部が黙っちゃいねえよ。
あ、なんかもうすごいいい香りするぞ。もうすでにいい香りする。戦艦も任天堂に謝って特に理由ないけど。いや、ないやん。逆になんかあら探されそうで言え。マリカーで商売したの先生ですか？違います。マリカーあったな。グランツーリスも配信しちゃったから自動車会社に全部ごめんなさいしてね。そうなの？やってましたよね。あ。確かに、どうもり、あれアウトなんかな。ちょっと今すぐ消さなあかんな。グランツーリスモは本当にあかん。グランツーリスモって、あ、車のやつか。車の、あれか、レースゲームか。バーガーバーガーも許可取りましたか？そういえば、サイルーダンスーと涙と呼ばれが止まらなくなるらしいですね。つまり、その成分が入ってるタレってことなんですか？サイルーダン。リスナーおる。しかも動物の森を畜生の森とか言ってましたね。いや、間違いではないだろう。あ、そうなんや。え、じゃあ、なんか事務所とかその仕事というかビジネスでやるのはあかんってこと？それで収益を得て、あ、ちょっと待って、これ熱いかな？これ。熱いかな？わら、わらわら。ダブル。ここで完成です。しとけば得点高そう。わらわら、わらわら。草、個人はオッケー。法人は許可取ってねって感じ。あ、そうなんや。わら、わらわら。人民服の反乱。コロネが一番やばいな。ダブル、ピクサーとかディズニーとかつぶらやつとか、喧嘩を売る方面が多すぎて。わらわら。いろんな会社のゲームやってるから。わざとちゃうで。わざとちゃうで。そんなやつ俺。ビジネスでやるな、筋通せよって話よ。そう、そういうことか。筋通さんかい。料理するのに引っかかるような着方してるのが悪い。確かに。小鍋に入れて、唐辛子オイルの材料を唐辛子、はいはいはい、唐辛子オイルを作ります。なんかね、フライパンとかでやってもいいみたいなんで、ちょっとまあ、フライパンで、やっちゃおうかな。でも小鍋でやれって言ってたな。小鍋でやるか。ごめん。あ、でもいいか、フライパンでやるか。優柔不断なやつめ。叫びながらいちご大福に生命宿らせてたから訴えられてますよ。ああ、高菜詰め10本。中華鍋でやって。中華鍋でかすぎんだろ。でかすぎんだろ。ちょっと待ってな、高菜詰め。ああ、高菜詰め。あれ？あったあったあった。中華鍋あるの？ちょっと10本あるか分からん。あ、なんか前の料理で、何でしたっけあれ。なんかめっちゃ鷹の爪使った料理、何でしたっけあれ。なんか自分で作ったね。辛っ。名前忘れたな。何でしたっけあれ。忘れたな。何でしたっけ。焼きそばか。焼きそばじゃね。焼きそば唐辛子使ってねえだろ。え、忘れたな。卵黄。忘れたな。赤のつめ。いちご大福じゃないと思う。いちご大福はもう辛いとかいう意味でのつらい。こんなもんかな。はい。これを、これじゃあちょっと動画見ていいですか。戦艦って薄いか辛いかどっちかだし、そんなに何か割り入れとるな。サス峠って誰？なんかいたな、そんなん。ダメなん？鳥の檻ならラーズーチーじゃないの。あ、ラーズーチーだ。それそれ。ラーズーチーや。忘れた。100入れます。100は測った方がええんか。鼻に入れて、おめえの好きなペコラはちゃんとメタギアの許可取ったのか？いや、俺別に好きじゃねえし。よし。こんばんは。おい。おい。ちょっと出ないな。出ないときなんだよ。唐辛子がしそうね。ファ？そういうこと。そういうこと。取ってるわけないだろ。笑。ダメだな。おい、伸びた。あっ。なんだこのおじさんは。なんだこのおじさん。なんだこのおばさん。100入れるんで15。なんでカメラ動かすの？右下の目線は何？先鋭ジャッシュ？先鋭ジャッシュ。いや、俺あの動画見たことないんだよな。あの。アナルビーズアピールタイム。オロチマルの。三。摘出した鳥の乾きによる。四。五。六。
6、6でいいのか。6、うん、6でいい、ね。斜めにしてやればいいぞ。先生質問です。どうやったら菜箸の真ん中が焦げるんですか。10回、震えてる、わら。なんかし、え菜箸の真ん中が焦げるんですか。いや、なんか鍋にこう引っ掛けとか、引っ掛けてたりしたらね、すぐね、あれ、焦げますよ。皆さんも試してみてね。辛そう。ちょっと待って、これ種がめちゃくちゃやからさ、辛いよな、これ。うわ、それは俺もやった。風呂でマシタガマジ作ってるんですね、わら。うるせえ。うるせえんだよ。ちょっとあんま多すぎると辛い、辛辛めちゃ曲がってるわ、わら。なっちゃうから、こんだけにしとこう。辛すぎて食えなくなっちゃったらあかんからな。なぜわざわざ割るんだ。一度やったら普通の人は学習しておかないんだけどな。鼻から吸ってみて。なんか種もね、入れてますよ、これ。うん、種も入れてるね。で、ホアジャオ。茹でるだけで1時間ちょっとできると言ってましたよね。その唐辛子ちぎったことでね、こすってみて。3の倍数でバカ。それで鼻ほじって前、悲惨なことになったからな。で、これね、山椒。じゃあ山椒じゃね、ホアジャオホール、これ買いました。でっかい。こんなに使えるのかっていうね。そう。いや、まあでも、中華料理作るときはホアジャオ基本入れますからね。まあまあ、使うでしょ。そんなでかいのいらないでしょ。で、俺の右手が大体小さじ1なんで、俺の右手小さじ1なんで、まあこれぐらいでしょ。また無駄遣いか。ゴミになるよ。いつも思うけど、先生の分量はおかしいよね。絶対多い、わらわら。あ、また麻婆豆腐作りますか、わら。食品廃棄率 85% の男、便利な手ですね。は？で、ちょっと弱火でやります。弱火でしっくりやる感じかな。隣にいたら殴ってる。殴らないで。いや、ホアジャオとかああいうスパイスは結構持つからね。使い切るよ。俺の右手は小さじ1、中火って書いてんだろ。そう、特殊能力。中火ですか？よし。どれぐらいになったらいいんだろう。ちょっとわかんないな。保存が悪いと香りとかとんで無駄になる。こうやって持っておけば戦艦の思いつきで入れてくれるからね。今までに作った料理の9割は三角コーナーに入れてると思うと悲しくなるね。いやいや、食べてますから。基本食べてますからね。今回レシピは動画だから失敗しないよね。ないよね。そうね。まあ形にはなると思いますよ。で、ジュワーってなってきたら、で最終的にあれか、ボウルに油をぶち込んで、で、それを、で、最後取り切ってか。そうそうそう。食べてます？言うだけなら誰でも言える。完食動画見たので、油はちゃんと取りでこせよ。そうだな。え？ザルでコス書いてる？ちょっとネギさ、これどこで最後か。最後か。ちまきさ。あー、ザルでコシながらって書いてるな。危な。間違えた。あ、鼻こじって思った。やばい。お前レシピちゃんと読んでないの？やばいかもしれん。スパイス炒めてるときは目離すな。動画すら理解できない男。ちゃんと全部使え。無意識、わらわら。その右切り落とせ。料理中に鼻こじ。鼻が辛くなる再来が、会社でもずっとほじってたんだろうな。動画もレシピも見てるはずなんだけどな。鼻こじるなら手洗ってください。ほじって塩味さそうととするな、はい、料理中に食べた触る癖あるんだね。いや、料理中じゃないんですよ。なんかこう鼻の穴に唐辛子鼻が痒くなってくるんですよね。こう茶越しでちょっちょってやってやろう。つまり会社の同僚は鼻くそ入りの料理食わされたのか、かわいそうに。いや、食わしたことはまだ人に飯を食わしたことはない。神に誓って。よし、じゃあ鶏肉の方も出来上がったんで、まあいいでしょう。これどれぐらい熱入れたいんでしょうね、油に。まあ、一回これ、平気だから、まだ食わせたことないけど、これからこんなもんですかね。まあ、自分で食う分には鼻水ペーストでもいいけどな。ちまきの料理というだけでみんな逃げるもんね。あ、やっぱ食わせたんじゃないの。あ、その唐辛子は捨てるんですね。クッキーは食わしてないよ。
そう。他人に先生が作った料理食べさせたら殺人罪で捕まるよ。特撮はやめような。ちまきさん動画の編集の進捗はいかがなものですか？全然進んでない。中火で泡立ったら弱火にして5分って書いてるやろが。鳥はもう出さないと火加減ずれません。バッキバキ言ってるけど大丈夫？こんな高音入れていいの？ちょっともう遅いか。なんで冷めてから入れないの？いや普通はあかん。いいけど。あかんよな。耐熱なら大丈夫だろ。耐熱ではあるから大丈夫だと思う。動画でもパチパチ言ってましたよ。そこまで言われてもいいよ別に。プラスチックボールでもないし、何のための耐熱ボールって書いてんだよ。耐熱だろ。大丈夫だよ。はい、あつ。これ茶こしがこれ。これ手が近すぎて油が飛んできて熱いぞ。いやもうそこまでやったんならやんなよ。オッケー。全館も耐熱出してで触ろう。まあ普通茶こし使わんしな。わら。そうや。その茶こし持ちながらじゃなくても使えるだろ。茶こしってわら。確かに。茶こしじゃなくてザルじゃダメなの？ザルでもいいんですけどね。でこうやって混ぜたらいいかな。混ぜ混ぜしたらいいかな。ちょっと待って。辛い。すごい辛い。明日はその残りにオリーブオイル入れてパスタ作ろう。それまでの大さじ分とかでよくない？味見した？いやもう排水口入れちゃったからさ、全く味見してない。ちょっと待って、動画やったらもうペペロンチーノにしよう。なんかちょっと油多いか俺。排水口に入れたの？ちょっと油が多いな。ちょっと戻す？まあいいか。ちょっとオイスターソース足していいですか？なんか色合いがちょっと全然違うから。ちょっと足します。動画だと美味しそうなのに、こっちは薄いもんじゃ焼きみたいになってるね。混ぜた後に戻すの意味がわからん。わら、戻すってなんやねん。わら、出た？わら、出ました。あ、こんなもんやな。わら、色で判断。わら。味見してから出せよ。こんなもんやな。うん、ちょっと。せめてレシピ通りに作れ。うん、これでいいと思う。オリジナルレシピに移行します。もう絵の具でも入れとけよ。わら。で、これちょっと冷ましつつって感じかな。まずいですよ。で鶏肉をちゃんと油に色づく前混ぜたからやぞ。あ、これでいいと思う。味見しない？で鶏肉を切っていくよ。あー重たい。全館先生真面目に料理してますか？それとも笑い取るためにわざとやってますか？いや、真面目にやってんすわ。わー、なんかすごいいい感じです。おそらく。これな、ちゃんと火通ってるかな。真面目に笑いを取りに来てるぞ。ここで完成にしとけ。いや、むしろ油が熱いうちに鶏肉にかけて食べないとぬるい油がかかった肉とか最悪だぞ。電子大本です。そうか、確かに。これ火通っとるかね。肉早く出さないとパッサパサになるよ。その鶏に塩コショウして食べた方がいいと思う。なんか、ちょっと切ってから判断するか。怖いからちょっと熱通すか。うまくいくとつまらないと言われ、失敗するとやられるジレンマに苦しんでるんだよね。ジレンマ、そう。ちょっとなんか赤いんですよね、若干ですけどもね。レンジで1分。大丈夫かな。え、なんか大丈夫？ほんまに大丈夫これ？なんか、ん？大丈夫か。大丈夫、食べるのはお前だ。大丈夫って言わねえんだよ。切ってみ、わら。大丈夫だ、死ぬのはお前だけだ。いや、切って判断してどうすんの。さすがに成功した時にはちゃんと銃手に入れてるよ。摘出したての心臓。一番熱いところ切ってダメなら2分。成功したら100点じゃねえのか。レシピ通りにやったら絶対問題ないだろ。赤いで思い出したけどカツオ食った後なんもなかったの。赤いあれは無事腹壊しましたけどね。カツオの時は、ね、完成したようですね。こんばんは。何か一気に免疫がつく。いや、なんだそれ。じゃあ切っていくよ。大手袋なら何食っても平気平気。切っていくんですけど、やっぱりやられたか。オラたち食わねえから大丈夫だ。ちなみに失敗したらパサパサエンド。右からか。右から切っていこう。よし。かえって免疫がつく。知らない、マジ。え、なんかそぎ切りみたいな感じなんですかね。わかんないな。いや、
胃袋は鋼鉄でも超打者エッセンの元なんだよな。おお、でもまずきれよ。嫌だから近寄ってるか確認して、特待生がめちゃつきますね。ヒットってるよ。特待生あげるか。真ん中を切って、もう1時間以上経ってるんですけど、まだですか？そこで判断すんの？いや、大丈夫。通ってるだろうよ。薄すぎませんかね。中心で判断しないと、そんな薄いとこ見て判断できんのか？そら端っこは通ってるだろうよ。ちょっと真ん中端っこ切って、通ってるよ、通った、とかエスパーか。あっ、通ってるやろ。これぐらいやったらいけんじゃん、真っ白やし。真ん中ズバッと行こう。うん、これ多分通ってるね。いいぞ、オッケー。ゴーっと、おー、ビビらせんなや、わら、まあええやろ、オッケー、十分すぎる、そらそうやろ、わら、先生来たよ、いらっしゃお願いします。こんばんは。ちょっと待って、今鼻がめちゃくちゃ痛くなってきたぞ。ちまきなら体内にカンピロバクター買ってるやろ。なんか若干赤いんですけど。なんかぶっとくなり始めた。わら、大丈夫？胃が通ってると思えばそうなんだろ。お前ん中ではな。お前ん中ではな。いいから食え。それダメですね。心配ならレンチンしとけ。わら、薄いピンクならセーフ。ね、結果は今日の夜中に分かりません。薄いピンクやから大丈夫。なんか。大丈夫、そんぐらいが一番やばい。ショッキングピンクではない。大丈夫。中心が80度超えたらええよ。鶏肉はそれくらいなら気にしなくていいぞ。そうか。やっぱ鶏肉。配信と同時に風呂入ってから料理始めたけど、もう作り終わったよ。キャンプで友人に振る舞ったのもそれくらいのせい。ショッキングピンクはならんやろ、わらわら。そうね。いや、ショッキングピンクみたいな。味するの？味せえへん、全く。鶏はピンクがあったらあかんぞ。なんか塩気ないぞ、全く。大丈夫？タンパク質は火が通る温度全部決まってる。鶏は80度ぐらいだった気する。よし。で、切れたんで、盛り付けていこう。どうせならタレにつけてよ。ちょいちょい食うのってケツさんの真似。そう、あんま鼻痛くなってきた。ちょっと、どういう皿がいいんでしょうね。よかったね。どういう皿がいいんだろう。なんかイケてる皿ないかな。腹壊したら明日からサルモネラチマキってアカウント取って配信すればいいんだよ。キャンプの時はできるだけ火が通ったものにするわ。万が一何かあったら怖いし。そうやな。キャンプはね、病院に行けないからな。また鼻こじっちゃんか。そう。よし、じゃあこれでいいや。ロボットがちゃんと洗ってるか確認させろよ。いや、洗ったかどうかなんて、洗っ、お、入るのは髪から髪の、髪の水汁。よいしょ。なんか汁がすごいぞ。汁が出てきてんだよな。いい皿あるじゃん。まあ100均ですけどね。で、なんか汁赤いね、バンバンジー。これは洗ってない時の反応だな、白にしろ。どうしよう、このままバッとかけたらいいかも。もういっか。今日も鑑識呼ぶ案件か。鑑識、かけまーす。取り茹でた汁でスープ知らないの。ちょっと味見しとこうか。あ、わからん。あ、なにこれ、え、なにこの味。ん、なんじゃこりゃ。ギリ吸った、あ、わら。ギリ美味しい。今するのってアホなの？やばない？はい。うわ、なんか一律に1000方が上がった。ちょっと待って。まだいけるまだいける。ラー油でもかけてくれ。ダブル。やっぱ小さじと大さじ間違えてたんじゃ。おめえや、皿が小さすぎる。おめえやこっちだ。そしておめえがこっちに行くんだよ。嫌味列にするしかねえだろ。わら、団子虫感、すげえらいなった。なんか生えんな。なんかピンクの汁が、なんか汁が赤いの気になるな。ぶちゃうちゃ、たねえ。わら、これ結構うまそうにできてんじゃん。あ、と思ったらゴミになった。わら、このギャグだかんたまらんな。汁が微妙に赤いのが気持ち悪い。かけてから分けるの汚ねえよ。わらわら、なんでこんな汚らしいの。オッケーオッケー。ぐしゃぐしゃだよ。失礼しました失礼しました。やっぱ見た目全振りでいかないとね。やっぱりもっと汁かけろ。有名インスタグラマーにはなられへんな。かける瞬間が一番大事なのに。まあ低温調理みたいなもんだから腹は壊さんだろ。多分で震えすぎはロタ。残飯ができた。計画精霊だよね。シュ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 。うれ、俺お腹弱いからこれは食えないな。レタス引いて欲しかったな。美味しそう。よし、うん、で、わら。で、ネギを最後ね、ちょっとやりましょう。
飾りのパセリとかトマトないの？緑があれば彩りがいいのに。見栄え悪い。わら、よだれ鶏ってタレもっと赤くない？見た目最悪。なんかもっと赤いよね。見た目はいいんだよな、見た目は。味わい。めちゃいいじゃん。麻婆豆腐の完成です。よし。わあ。いつも思うけど、彩りがないよね。うまそうだね。うまそう。ご飯炊いた？ご飯炊いてます。だから唐辛子の色が油につく前に揚げちゃったので。これにこんだけ時間かけたの？よし。肉味噌タイム。もうちょっとカメラ寄って。ちょっと待ってな。これ吹かなあかんからな。おいおい、脳内変換早すぎるぞ。皿を。先生の盛り付けセンスが成長しない限り高得点は難しいですね。よいしょ。はい。よだれ鶏です。チキン買ってタレだけ作ればよくね。やめろ。うまそう。てかうまいだろ。もうご飯炊いた？って聞いて S って返答来ても炊いてないことあったから何も信用できん。うまそう。うまそう。なかなかいいな。なかなかいい。で、こっちにちょっとね。油やばくね。中華スープでも作るか。なんか油浮きすぎだろ。わらわら。油がちょっと分離しとるけど。油多くね。ちょっと油が多すぎたね。今日換気扇ついてた。確かにこれサラダチキンでいいな。わら、ネギが汚らしい。早く言えよ。よし。油がサラダにの色。よし。胃もたれしそう。わら、ガスの火消えてます。へ、何入れた。でも鶏皮も入れたらもうこれ。サラダチキンとか味覚障害、冷えた油を出そう。ちょっと待って、なんかピーナッツ入った。どっから出てきたこれ。味の素入れて。ゴミ汁。よし。よし。ピーナッツ、わらわら。食べよう。よし。食うのはいいけどお湯そんなにいらないだろ。一人前だけ残して捨てる選択しないのか。あ、確かに。捨てたピーナッツ、捨てること前提に作るのやめろ。いや、これはもうあれ。何してんの？こさずにそのまま使うのけ？え、そうですけど。え、なんかこういうのってこした方がいいんすか？よし。ご飯ご飯。消しないでください。ごめんね、ごめんね。ああ。点点注意報。お茶碗がね、あた。ご飯に決まってんだろバカ。普通は汁だけにしますね。めちゃくちゃ臭そう。そうなんや。なんか鶏のこう出汁みたいなやつが出ていいんじゃないかなとは思ったんですけど、そうじゃない。雑味でくっさとなりますよ。さあ今日は何割残すかな。じゃあ採点いきますか。やばい。よいしょ。梅印料理歴4年目です。沸騰させてから鶏入れろやばただ。うん、出汁だけですね。生姜もネギもしてます。マジか。半分残したらマイナス10入れる。ちょっと食べれへんかもしれない全部。ちょっと写真撮りますね。くたくたになったネギとか生姜もういらんやろ。確かに。いやこれちょっとうまそう。斜め上からお願いします。開くくらいは掃除しよう。取らんぜ普通に。割るを引け。いやーこれはできちまったな。このネギは前世でどんな悪行を。悪行はそこまでじゃ。ランチョン、わら、よだれ鶏はタレがいまいち。スープは臭くて味がない。結局うまいのは酒だけっていつもの流れだと思う。三角コーナースープ。明日日曜だしダラダラしながらスープ飲むぜ。悪取って。ランチョンマットの染み取れましたか。玉手の鶏ってそんな上等な出汁出るようなもんなんすかね。お湯の方がマシでは。大丈夫。中華スープってさどうしたいんだ。マット洗った？ランチョン洗ったんでしたっけ。ランチョン洗ってますよ。もういいや、もうこれでいいや。散らした、わらわら。アクトレって言ってんだろ。よし、中華スープできました。その雑巾洗ったの？洗ったっていうか水にちょちょってつけただけでは。薄そう。火にかけたのいじる癖直した方がよくね。これだけ言ってやらないのは何なの。別赤く食ってたまでにこの配信伝えていいですか。すまし汁かな。料理がまずい時はお酒が進むのが早いので注目してください。お前もう料理やめろ、マジでムカついたわ、うんうんうん、おめえそのパイタンけ。え、パイタンです。よし、いいよ。 OKOK、
鶏の臭みを生かした中華スープとか鉄人さすがパネース。タイタンな。よし、いただくとしよう。いただきます。吸引力の変わらないただ一つの吸い込み、マジでアク取らないのだけはないわ。やっぱアクってあれなんかな。お前船降りろ。こんだけ言われてあんま気にしたことないけどな。そう。そのスープも時だけは絶対まずい自信ある。わら。いただきます。これね。悪時期やな。完食しろよ。災害時の炊き出しでもこれよりマシなものでそう。西はこの配置が基本なの。あれこれ見せたっけ？後ろにご飯とスープル、味覚がないから悪を感じないんだ。いや、ワイの。悪も旨味の一部だからな。後ろやな。じゃあいただきます。なんで取るという発想がないのか。銀色のやつ、油増し増し、わら。見た目だけは一丁前。うん。おかず手前に置くのやめて、熱い。うん。うまい。辛い。お膳の配置は結構地域差あるから注意だ。自己暗示発動。あかんやつや。自己暗示、誰がまずいべ。うん、いや、うまい。おっからからりら、金色のプレートに乗せろ。おいしいが出るまで12秒。これはダメみたいですね。自己暗示ですよね。そら辛いだろ。わら。誰まずそう。形から入るのに形を整えて終わらないのはなんで。辛い 100% だこれ。手が震える。うまい。いつもの反応。これはまずい。何者に逃亡してて笑う。わらわら。氷結のやつ。わら。ユーリンチー作ったの。氷結。ユーリンチーじゃないよ。あのよだれ取りです。氷結で流し込むんですね。わかります。うまい時は早いからな。先に行った。これでまずいの確定した。氷結は神。出てこい氷結。あれ味見してかける量を調節したらよかったのに。キンキン。グラスに入れる意味って何。うますぎて鳥になった。氷結系最強。うまい鳥。うまいわ。なんやろな、まあなんだろう、こうちょっともう一回食べるか。キンキンに冷えてやがる。うん、氷結が一番うまい。スープ飲まないんですか。ダブル。うん、酒で味覚を。こう鶏肉のなんかなんかこうなんだろうな、ね、なんだろう、うん、この辺りのセリフが出てくる会話、うん、鶏肉のあのドブ汁の感想を教えて。ねっとりとしたジュージーですか。あの歯ごたえとこのうまみたっぷりのソースの中にちょっとこう食感をこう阻害してくるピーナッツが後から追いかけてくるみたいなね。あのすごいあのソースがねすごく塩辛くてね美味しいですよ。すごい美味しいです。あのそしてねあの辛みがねちょうどいい美味しいやつですわ。塩辛いってマイナス表現だろ。しょっぱいし、阻害っていう言葉を食レポで聞くとは思わなかった。このいっぱいこうトルトルってこういっぱいつけた方がいいですね。塩辛い美味しいの黄金式。粉末鶏ガラスープを茹でといた方が美味しいまである。うん、わらわら。美味しい。も勉強してこい。塩辛いこれはあのなんだろう、あの重みも泣いてるぞ。うん、おあのねすごいね高級な味してるわ。味のマラク。これでも自分はドジだって言い張るの。うん、ねっとりとした食感阻害するピーナッツ塩辛いタレ。わら。点数にこれやったらねもう全然なんだろう、あのね、うまい、ね、見てるだけで胸焼けしてきた。ラー油でもかけたら美味しいわ。ほんまに美味しい。でもね美味しいということだけは伝えたい本当に。うん、俺の好きな味。そう、基本的に生活習慣病味をうまいって言ってるよね。あのスープ日本人が食レポしてると思うと暴言吐きたくなるけど、外人が頑張ってると思うと許せる。胸肉は濃いめの外人じゃねえよ。まずいからな。高級な味わいが理解できる育ちじゃないでしょ。早くスープのね、その悪の塊も飲んで。主にスープのね、うん、スープはねすごいね、味覚障害の可能性が。スープに胎児みたいなの置いてるんですがもうねスープはねもう誰が胎児だよ胎児じゃねえよスープはねもう全く味せん。もうこのソースが辛すぎて舌がもうね麻痺してんだよ。うん、もう味はせんよ。もうお湯みたいな味。わらわら。味せん。わら。そらそうよ。わらわら。わらわら。逆にダブル味覚障害。もう味覚障害と一緒よ。外から未消だろ。カニバリズムでしたっけ。ちゃんと味付けした。仮にしびれてなくても味しないと思うよ、うん、辛いってそれしびれる感じ。味がしない。あ、そう、もう味せへん。もうちょっと舌がじんわりするぐらいの味。味せん。味
味付けしろって散々言われてたのにな。醤油かけて。結構入れたけどな。けて食べて味がしないって妖精か。うん。そのスープの中でエグアンゲリオンの人育ててるの？健康診断の結果見せろよ。結果まだ来てないの。まあ来月には届くんちゃうかな。うん。それが優しい味ってもんだよ。いやー、これはうまいな。どうして雑炊に塩やら何やら入れたりすると思ってんだよ。多分普通に食っても油しつこすぎて途中で食えなくなるぞ。塩入れたけどな。元気という結果だけ届いてる。まあでも先生は味覚障害でより顔面障害だよな。誰が？皮膚の検査結果はどうでした？HIV 検査なんかねえよ。いやーでもこれマジでね、なんかそう、このレベルやったらね、クエ出せる。なんか、あ、待って、なんか舌おかしくなってきた。なんかやばい、めっちゃよだれ出てきた。ダブル、全部陽性だからもう陽性になったよ。箸止まってますけど。ダブル、また見せつぶすか。まあ、これやったらあれやな。これやったらね、もうほんと、彼氏とかにも出せますよね。フォアジャオのせいやろな。美味しいんですよね。もちろん全部食べれますよね。え、彼氏？あ、フォアジャオかな。ただでさえ貧弱な未来が破壊されていく。彼氏限定、彼氏、笑、うほほ、笑。ちゃちゃ、その、彼氏を毒殺するの？しれっとカミングアウトするのやめろ。ちゃちゃ、クソホモクソチマキ。ちゃちゃ、年頃の女子高生とかが、大学生の彼氏ができて、で、両親がいない間に、大学生の、彼氏を家に呼んで、なんか作ってあげるわ、つって、これを作ったら、もう、一発やで。そう。キモい妄想きた、わら。そんな人がこの配信にいるとでも、いいから早く言えよ。まずい料理の時は誰にでもボロクソに言うからな。多分別れる。もう言ってでもええから、一発で破局ですね。そういうことがして欲しかったっていう妄想疲労はやめてくれ。こんな激辛料理食わされたら別れるわ。にかけようとしてない。米人さんまで28歳年頃の独身男の個人の感想です。うん。表現の自由です。いやでもこれね、最高やな。美味しいわ。これもう中華料理屋とかやったらこれも絶対頼むわ。辛い。ちょっともう今舌麻痺してるから何食ったか分からない。じゃあ全部食べて。何やろ、何が、何やろ。普通の人と先生はラインが違うからな。一般人のように言わないように、中華料理屋でそんなんだったら潰れるねんぞ、すった、言うていつも麻痺してない、ご飯が進むな、お前マジでいい加減にしろよ、食べ物大事にしろ、中華料理屋でそんなの出すとか共産とかじゃないぞ、多分溶血とか甘いのじゃなくてビールやったら最高なんだろうな、そう、そう、注文はあってもリピート、中華料理屋ね、そう、でもこれ食ったら他何の味もせえへんようになるから、ちまき食堂ではね、うん、これ最後に食うべきやな。美味しい、進まない箸、美味しいってるけど今日の残し具合すごいな。うん。そんなんだからお前の親父は二度も中華料理屋作りたんだよ。ご飯なくなってるのにまだ半分ある。わら、レシピ間違ってるだろ。先生はどうしてこんなに料理が下手なんですか。下手じゃないですよ。素敵ですよ。深夜食堂みたいに言わないで。過小入れすぎだったんですよ、やっぱり。ギブアー。そうなんかな。先生撤退を進言します。よだれ分泌されましたか。いや、よだれしか出てけへん今。茹でた鶏胸肉に食べるアートドレッシングと一味かけたら同じ味になりますか。いやー、どうなんやろ、これでもね、結構複雑な味ですよね。うん、なんか舌が今しびれてて、ま、残すのかよ。わら、何か分かんない。小さい方のサジ、やっぱり小さじじゃないんじゃないですかね。鼻水出てるだろ。半分以上食べたけどなんか腹立つからマイナス10点な。そのスープによだれには取り付ければいいんじゃね。ひなよだれ鶏はこんな料理じゃないからね。これ違うの。複雑な味。わらわら、おいまだ残ってるぞ。残さないで。わら、パイタンスープ作ったら左右になった配信はここですか。肩見せて顔映りそう。今回は残しちゃいましたね、はい、わら、よだれには鶏は薬物でよだれをダラダラ垂らす料理だったんですね。もうこれは後で食べますは言えないな。何百回言われてもレシピ守らねえんだ。オイルを火にかける時間とかこのソースの一番肝心なところなのに。辛そう。その鍋捨てるんか。そのクソスープ捨てる気やろ。もうちょっとだったのにな。なんか呼吸おかしくない。なぜ残すんですかね、はい、じゃあ今日はねこんな感じで終わりたいと思います。
いやでも美味しかったよ、すごい。あれ、うん、夜9時半祭典間に合ったマイナス10。おい、いや結構ね美味しかった。いや今日も美味しかったですね。素直に言ってますといいなよ、うん、祭典。ちょっと待って、下がマイナスつけさせろ、また残した、わら。お前毎回美味しかったって言って捨てるじゃねえか。美味しいなら全部食べましょうね、言い訳ばっかだな。いや美味しくてもさ、美味しいものは後で取っときたいタイプね。なんか俺唾液通り越してなんか変な苦い汁出てきたぞ口の中から。投票を開始しました。苦い汁、わら。それ虫と同じやん。これ何、大丈夫なのそれ。それはいつも通りだろ。わからん、いつも通りじゃねえよ。入れろって言ってるようなもんじゃん。単純かな。あ、単純なん、単純かな、単純なんかな。超液だよ、超液。変換汁じゃねえ。なんじゃそりゃ。やばい。スンスで有名な人もレシピ通りに作る大切さを説いてたな。先生食べる前に箇所を取り除けってありますよ。え。でも、うん、美味しいね。また作りたいな。いつも通りに戻ったな。うん、皆さんもね、本当にこれ簡単にできますんでね、僕もちまきで1時間半やったら皆さんね、20分ぐらいできるんじゃないでしょうか。ね。あれ平均点高ない？高いかしら。下手くそなのに上から目線やめなよ。採点の詳しい結果、放送者のみ。成長しろ。ダブル。レシピ無視して作るやつなんておらんやろ、わら。実質10点、とんでもねえ。ダブル90。四天王減っちゃったね、前回の半分、わら。まあまあだな、四天王足りないやん。悪いけど今日は相当腹が立ちました。4年料理やって20分でできるものが1時間30分辛いと思いましょうね。信者が仕事してない。今日は動員数少ないですね。やばいですね。民主主義の国ではマイナス10点。いやー今日は美味しそうでした。今度真似して作ってみます。おらおら、クックパッドみたいなコメントいただいた。ビールの苦味とタレの辛みがマジそうで美味しそうでした、うん、ビールやったらよかったね。そう、桜見た目が悪い顔もな。これ一番やかましいな。タイジジール始めました。誰ね、行水と言いなさいよ。やめろ高田組、高得点ボットってなんなん。ちまき配信高得点ボットってなんなん。正直まずいって言わないマイナス10点、見た目はまあまあプラス70点、お酒でごまかしている10点マイナス、舌を破壊する味。舌破壊されてんだよな今日。雇ってるの？雇ってないですよ。辛みの無理を間違えちゃったね。ちょっと辛いな、やっぱ唐辛子入れすぎやなこれは。見た目の比重マックスの最後の方麻痺してて、ろれつ回ってませんでしたね。成功ですね。何の成功だよ。破壊林じゃねえ、破壊林はハンバーグだろ。千葉先生のすごいところは、数多くの人にバトラで嘲笑されてもめげずに料理を、作るところだと思います。諦め癖がすっかりついてしまった僕にとって、何度も失敗してきたことに諦めずに挑戦できる先生はすごい、とても眩しい人間だと思います。才能はないかもしれないけ才能ないんかい。いや、バトって、バトルって言うやつもいるじゃないですか。朝笑うなんだ。これ、二つとも間違えてたってことですかね。バトのバトだろ、これ。前回に1回でいい、成功する時を待ってるんだ。バトーとののしるを一緒にしないで。バトーの場合はどうしか読めないが、バトー、そうか、わら、おめえはぶっこみのタッカよ。バトー、ちまき先生、相当やべえよ。仕事はできない料理も、いや、ちょっと酔っ払ってます。アルコール入ってますからね。バトルスピリッツ、バトルスピリッツ、そう、まずい、まずいならまずいって言ってんだ、お大事に。悪を取ったことありますか？どうせないでしょう。比べたこともないでしょう。悪取れとリスナーがコメントしてくれたのに散らしましたね。料理に対する規制が気に食わない、消えなさい。なんだこれ、強キャラ感出しやがってよ。消えなさい、消えなさい。ガチギレ、わら。ガチギレリスいるじゃん。インスタに猫と一緒に写ってさよならってコメントしよう。どういうことよ、誰のこと言ってんだよ。
格トレーダー、わら。格トレーダー。それもまさか自分が最終的に汚れゴミにされると思ってなかっただろうんだろうな。これじゃあ、成仏できねえわ。いや、もう成仏はしてるだろう。嘘つくのやめろ、マジで。やめるまでマイナスしか入れません。嘘弾がついたことないですよ、私。パーク、もうシンプル悪口やん。わざわざレシピにこう書いてますよってアドバイスがあったのに無視して進めるのやめてください。そうだな。ごめんね。映ってなかった。千秋先生のよだれはいらないです。よだれ取り。そう。結構美味しかったよ、でも。自分を日本人と信じてやまない千秋先生に質問です。日本三景といえば、天の架け橋、秋の、宮島と、あと一つは何？本当に日本人なら答えられますよね、はっきり言います。千幕先生は、橋の橋立てだよ。千幕先生日本人ではありません。もうダメじゃん！もうダメじゃん！じゃあもうダメじゃねえかよ。ダメじゃん、もうこれ何もわからん、もう。わからん。信濃川とか、そうなんじゃねえか。うん。ミサト。あのスープに入ってるのは何なの？リスクを死とよ。あんなものがあるから争いが起きるのよ。倒せるの？え、僕が食べます。あれを食べるとさ、何なん俺？エヴァ？誰の料理が死となんだよ。やめろよ。シナノガワってそうだよね。そう。今日はシンジ君の誕生日です。あ、そう。シンジ君。やけくそ、やけくそモノマネ。最低です。僕のよだれは出ませんでした。今日もそうか。人襲来。誰のモノマネですらわからなかったんだが。あ、ごめん。なんか反論の余地あるねえねえ。そう。見知らぬ料理。知る男。と、じっこ、みっちまき、俺はお前が好きだ。だから死ぬほど叩くぞ、しんじくん。わら、エヴァーのおばさんはもはやババア声になってるのかな。あー。しんじくん！ごめんなさい。真面目にやってるとは言えません。性格は行動で決定します。あなたは、その点、食材に対して失礼極まりない。なんだ、料理に対する冒涜と言いたいわけですか。誠に申し訳ございませんでした。セーラームーンの悪口はやめろ。ティーバー見てるとよく目薬のプムであの声流れるんだが、マジで彼氏に漂ってくる。辛辣、わら。辛辣。こんな惨状で美味しかったと最後までご利用したので、マイナス。いや、美味しかったんですよ、本当に。ねえ、皆さん、気づいてよ。俺の本心に。美味しいんだよ、本当に。そうやって嫌なことから逃げるのね、ダブル。はい。じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思いました。お疲れ様でした。また次回のね、配信でね、お会いしましょう。そう。日本三景。宮島と、逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。ちょっと日本三景だけ最後調べていいですか？塩辛くて、どうやって美味しいと思えと、もう先生の言葉を信じることができねえよ。誰か審査員連れてきてくれ。信じて。初めから作る量減らせばいいのに。袋田の滝、架け橋と信濃川だ、日和山。あ、宮島、天の橋立て、松島か。松島。何ですか？飛田新地なわけねえだろ。ただの食事どころだ。甲子園と通天閣でいいよ。松島。へえ、まあ知ってましたけどね。はい。宮島に追い回されてたちまきを思い出したわ。全然横丁、日光だが。じゃあこんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。岸和田商店街、ちまきに飛び出しんちを降りたい。もうまたよろしくお願いします。松島再繰り返し、ここは綺麗だよな。はい。はい、失礼します。お疲れ様でした。皆さんも作ってみてね。はい。その赤い服いつ洗いました？これ洗ってません。ふいです。お疲れ。戦艦式日本三景、天の架け橋、秋の宮島、信濃川、お湯、本当。